また投稿欄を作って投稿したいと思うんですが、投稿欄が随分なくなってきました。35で切れてしまうので、また新たな投稿欄を作んなければいけないなと思いました。残りはだいたい 1,2,3,4,5 で、こっち側が20、だいたい20あると思うんで、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。9 10 11 12 13 14 14しかないですね。あと19か、まあ20ぐらいしか秋の投稿欄がないので、また投稿欄を作らなければいけない状態になってしまいましたが、まあ、とにかく気づいたことを書いてみたいと思います。まずどういったことをやるのかというんですが、あ、モスバーガーのなんか、豪華なハンバーグがあったんですが、見てみたいと思います。とびきりハンバーグサンドだったかな、メニューなんですが、なんか今音が鳴っちゃっていますね。この何でしょう、バンディカムは自分の音は、このスピーカーをゼロにしてもちゃんと録画されてると思うので、録画されていますね。今モスバーガーのとびきりチーズ、とびきりハンバーグサンドというページを見ているんですが、音声が鳴ってしまったのでちょっとスピーカーの音を消しました。なんかメニューだけ出てくればいいのに出てこないですね。あ、とびきりハンバーグサンド、サンド、なんかエイトック2009のプレミアム版を使ってるんですが、変換効率がだんだん悪くなってきたなと思いました。サンドと、というのは、とびきりハンバーグサンド、サンドが3度目に行くのサンドになってしまったんです。3チーズ、まあはっきり言ってしまえば、モスバーガーのとびきりハンバーグサンドのチーズというやつと、ガストのチーズインハンバーグの味が非常に似ていると思いました。味付けとかもそうですね。まあガストのチーズインハンバーグは、ソースが3種類から選べるんですが、今検索を見てどういったチーズインですね。ソースは拡大しないと思うんですが、和風照り焼きソース、ガーリックソース、特製ドミとドミソースとあるんですが、和風照り焼きソースのチーズインハンバーグ、ガストのチーズインハンバーグとモスバーガーのとびきりサンドチーズというのが非常に味が似ているなと思いました。ほとんど同じような感じがするのです。まあここにこれから書いてみたいんですが、ほとんど同じような味がするのです。で、モスバーガーのチーズイン、
チェーズインアモスバーガーの、とびきりハンバーグサンドチーズというのは、で一方ガストのあとコロッケというかじゃがいもを揚げたやつがつくんですが、じゃがいもと、焼いたトウモロコシとあと、ブロッコリーがつくんですが、それでてっきり値段が前599円だと思ったんですが、まだ安くなっていました。2010年の4月17日現在ですが、これが期間限定かどうかっていうのはちょっと分かりません。今そのガストのチーズインハンバーグのページを見ているんですが、あ、こっちじゃなかったですね、こっち側を見ているんですが、好評につきサービス価格を維持しますというふうにあって、いつまで続けるのかというのはちょっと書いていない状態ですね。今文字が太くなったのはコントロールキーをしながらプラスを押したからこういうふうに太くなったんですが、なぜ今のような操作をしたかというと、ガストのチーズインハンバーグのホームページに書いてあるソースをの種類を見ようと思ったんですが、非常に小さく表示してあるので拡大しないとうまくいかないのです。まあ、メガズームを使えば見えないことはないとは思うんですが、めんどくさいので、コントロール CTRL を押しながらキーボードのプラスを押して拡大して見ていたんですが、それが、こっち側のウィンドウがアクティブ状態なのにやってしまい、パソコンの操作がうまくいきませんでした。でまずこれを赤くしておきます。でここも開業してみたいと思います。と言われるとで値段が高いのは理由です。で同じ390円を出すんだったらを頼みます。このロースカツ丼は390円で食べることができるのです。前に確か、ホットモットのロースカツは注文してから揚げてくれると思っていたんですが、どうもそうではないみたいです。でも食べてみると、揚げたてを食べているような感じがするんですが、で、テレビ朝日かどこかの番組でランキングであったんですが、ホットモットのロースカツ丼というのが、2位につけてるようなことがありました。正直よくわかりませんが、番組名もちょっとわからないんですが、今ホットモットのサイトを見てみたいと思うんですが、そうですね、ランキングなんかテレビ朝日のランキング番組でやっていたような気がするんですが、ちょっとわかりません。まあこれは下書きとして残しておこうと思います。